さあ皆さん、8月29、ガンダムブレーカー4と聖剣伝説最新作、こちらが発売となりました。皆様、どちらのゲームソフトを購入されましたか？今週の土日はどちらのゲームをプレイされますか？まあ、幸いですね、台風のおかげで、今、かなり売り上げが伸びているんじゃないかと言われております。この2つのゲームソフト。ただ、Amazon のランキングとかを見ていると、ガンダムブレイカー4の方がリードしているのかなと。で、PS5 と任天堂スイッチ両方ともですね、聖剣伝説上回っておりますので、まあ、相当ですね、このガンダムブレイカー4、売上本数伸ばしてくるんじゃないかなと思っています。で、おそらくパッケージ版だけでも国内で10万本は超えてくるんじゃないかな、合算して。まあ割とですね、今、ホットなゲームとなっておりますので、もし気になる方は購入を検討されてみてはどうでしょうか。で、タイムリーに、Amazon のセールが今日から4日までやってますよね。で、ポイントアップキャンペーンっていうのがやっているので、まあポイントが欲しい、還元が欲しいっていう方は、このタイミングで、ガンダムブレイカー4、そして聖剣伝説、購入してみるのも良いのかもしれません。今であればお得に購入することができますね。まあそういったところでガンダムブレイカー4、なかなかマニアックなゲームなんですが、去年ですね、アーマードコア6が出たかと思います。で、フロムゲーって言われる、まあ結構鬼畜なゲームではあるんですが、なかなかね、人気でしたよね。で、まあ、それに付随する、まあ、今回、まあ、メカ系のゲームといったところで、まあ、ガンダムブレイカー4が出たわけですが、で、今回は自分だけのガンプラを作って戦うアクションゲーム、ガンダムブレイカーなんですよね。そちらの最新作となっておりまして、250以上の機体から自分だけのガンプラを作れるほか、まあ、サイズ違いのボス戦であったりとか、シチュエーションバトルでパーツを獲得して、さらに強化をさせることもできると、だからまあ、アーマードコアとは毛色がね、全然違うゲームではありますが、まあ割とですね、こういったゲーム好きな方多いので、まあ相当受けが良いのかなと思いました。まあ独特の世界観ですからね。で、ストーリーにつきましてはこんな感じ。まあこの動画見てる方はどれぐらい購入されてるんでしょうか？ちょっと気になりますけどね。まあぜひですね、皆様、コメント欄でどちらを購入されたか、ないしはどちらを購入するか、コメントで教えていただけると幸いです。ただどうなんだろうか。もう現在進行形でやっていますよっていう方も多いんじゃないかなと思いますね。ちなみに値段がね、結構高いんですよね、このゲーム。エディションだとね、なんと1万5000円。高くね？めっちゃ高いよね。これはちょっと高すぎるわ。で、まあシーズンパスもついてると約2万円だからね。最近のゲーム高すぎない？で、それに加えてジオラマパックもついてくると2万円超えてくると。いや、これすごいよな。で、あとデジタルデラックスエディションについては12,430円か、となっています。で、まあ通常版であればもっと安く購入できて約8500円程度なんですが、Amazon で購入すれば今であれば7500円ぐらいで購入できるので、まあ個人的にはそちらをおすすめいたします。まあそういったところで本日発売。プレイステーション公式からもですね、こういった形で、宣伝がなされておりますが、まあ割とね、面白そうなゲームではあると思うよ。まあ、聖剣伝説とガンブレ4、どちらが良いかと言われると、まあ俺はね、結構迷っちゃうかもしんないけど、まあ聖剣伝説かな。ちなみに今、聖剣伝説、ちょうどね、タイムリーにやってるところです。で、この後ね、ガンダムブレイカー4も購入したので、やろうと思っていますが、ちょっと時間あるかな？まだちょっと聖剣伝説が優先的かな？で、まあ、多分土日のどちらかにガンダムブレイカー4はやることになるかなと思っています。で、あとですね、ガンダムブレイカー4の生放送が、8月28日21時から、なので昨日ですね、こちら、されておりますので、もし気になる方は、ぜひ見ていただければと思います。ガンブレ情報局。まあ割とね、面白そうではあるよな、このゲーム。そう、悪くはないんですよね。まあ、その証拠に Amazon の予約状況も、まあ予約状況っていうか売上状況かな。かなり好調ですからね。まあ、
マニアック向けのゲームなんだけど、ニッチなんだけど、ただこれだけ売れるっていうのがすごいよね。で、まあ週明け来週かな、来週末のファミ通の国内パッケージ版の販売本数ランキングで具体的にどれぐらい売れたのかってところの情報が出てくるかと思いますので、もしその情報が出たタイミングでまた再び取り上げていきたいと思います。で、あと長編トレーラーにつきましても公式よりこちら公開となっておりますので、気になる方は、また見ておいてください。トレーラーって言いつつ14分あるからね、これはちょっと長すぎるわ。ただまあ世界観的にもそうなんですが、すげえ独特なんだよな。だからまあ割と好き嫌い分かれるというか、まあ嫌いというかやらない方は多分やらないのかな、これは。けど普通に悪くはないゲームだと思いますけどね。まあ念願のガンダムブレイカー4という形で、まあぜひ皆さん気になる方購入してみましょうって感じですかね。ただこちらですね、マルチプラットフォーム展開してくれてるっていうのがいいよね。そう、これがね非常にありがたいと思いました。で、あとですね、これ任天堂スイッチ PS5 PS4 Steam で発売するので、まあ割と分散するような感じもするんですが、人が今のところは PS5 と任天堂スイッチが、Amazon の売上状況を見ているとだいたい同じぐらい売れてるみたい。ただわずかに PS5 が上回ってるって感じかな。まあここ最近本当に PS5 が好調でどんどん売れまくっておりますので、まあ台数もね、かなりね増えてきたのかなと。で、そういった背景もあって割と PS5 のね、ユーザーの方も増えてきたのかなと最近思いました。いやー、けどガンダムブレイカーか、どうなんだろう、どれぐらいの方が購入してやるんだろうな。まあ Amazon のランキング見てると相当上位だから買ってると思うんですが、まあ、ぜひ皆さんこちらのガンダムブレイカー4、そして本日発売した聖剣伝説、どちらを選択されたか気になりますので、コメント欄で教えてください。よろしくお願いします。はい。ただガンダムブレイカーか、前作がひどかったって言われてますけど、どうなんだろうな。なんかねコメント欄とか見ていると、まあそこまでかなっていうような意見も出ているんですが、ただねメタスコアはねめちゃくちゃ高いんですよね。そう、これねびっくりするぐらい高いから、びっくりっていうか聖剣伝説と比較すると高いんですよ。だからまあなんだろう、好きな人は好きだし、でまあ嫌いな人というか、まあ興味ない人は興味ないって感じの結構両極端なゲームではあるので、まあメタスコアもね高く出るのかな。だからまあマニアの方がつけるからさ、まあ個人的にはそう思います。まあとりあえずね、続報がまた来ましたらこちらのチャンネルで取り上げていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた、バイバイ。